最初はワンショットで全てのボールを落とすアーティスティックショット。テーブルに並べられたボールを一つで全て落としていただきます。まずは5個ハーフムーン。6個のボールが6箇所のポケットに入るバタフライ。Yes, it's very cool. 続いては8個エイトボールポケット。手玉の置き場所一つが命取りとなるかなり高度な技。それも見事に決めてきた。続いてなんと16個。ビリヤードのボールは本来15個、それより1個多いパーフェクトショットプラス1、プロでもやらないミラクルショットに挑戦。コーナーポケットの前に置きました。そしてグラスを6番ボールの前に。この状況でも全てのボールを落とすというのでしょうか。慎重に白玉をセットするミスター酒井。1番から5番までポケットに残す6番ボールは、あーなんとスーパープレーの中にユーモアを織り込むことも忘れないお茶目な男ミスターマサキ酒井。何やらセッティングが始まったようです。これは15個のボールを使ったスネークショット。手元にある白玉を突き、ボールを突きつけに当て15番ボールをコーナーに落とす大コンビネーション。これは難しいぞ。お見事、15個のコンビネーション決めてきました。続いて聖書からヒントを得たモーゼショット。グラスにボールを当てることなく、1番ボールが他のボールをかき分けてサイドポケットに。まさにモーゼの10回1番ボールポケットイン。さあ今度は2次元から3次元への挑戦。白玉をジャンプさせ、瓶に乗っているボールとジャンプ台となる6番ボールをポケットに入れるというジャンプポケット。どうだどうだどうだ、ジャンプさせるだけでも難しいウルトラショット。その上白玉以外は全てポケットイン。まさに見